でもそれこそあもう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 マーク巻いてみていかがでしたか。俺人生初やったんですけど重みありました。ちょっとやめてくださいよ、なんかほんまに。もう右に負けます。あ、もう負けことは分かんないですけど、あるか分かんないですけど。はい、キャンプどうですか。いや最高っすね。いい感じっす。コンディションは疲れとか溜まってないですか。いや、コンディションもちょっとずつ良くなってます。昨日も点取って、まあでもチャンスもたったので。誰か仲良くなった人とかいます。いや、記憶めちゃくちゃ仲良くなりました。めちゃめちゃいい先輩です。どんなとこがいいですか。いや、優しいっすね、とりあえず。とのことですが、まあ、確かにシャイな部分も可愛いですね。まあ、あとね、半分ぐらい、半分ちょっといったんで、残りも頑張っていきましょう。よろしくお願いします。いや、いつもやっていただいてるんで、こういうの感謝伝えてました。いつもありがとうございます。ほんま怖いねんすよ、これ。ほんまに怖い。
片付けしてます。今初めてやから。今ほんまに片付けしてます。初めてです。毎日。今初めてです。毎日。ほんまよくない。どこっすか。これ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 どこっすか。普段やってるのもあれはあれ。これどこっすか。それ右。絶対。それはわかんない。ああ毎日毎日。ひどいひどいほんまに。慣れてきました。慣れてきました。選手のみんなとスタッフの優しい。サポーターにメッセージあれば。お願いします。できるまあ、徳島のことを早く知りたいんで、いろいろ教えてください。ありがとうございます。師匠に。こういうくらいってのなんか思われるやん。ほんま明るいです。じゃあ、はい。3、2、1、9! あおや。そんなやつ、うちのクラブにはいません。まあ、初日から結構ハードなトレーニング詰めてて、まあ、コンディション徐々に上がってきてるんじゃないかなと思います。まあ、まだ分からない部分だったり合わないところあるんで、まあ、練習からコミュニケーション取って合わせていければなと思います。まあ徐々に慣れてきてっていうところです。まあ、まあ、サイドバック同士なんで、まあ、どこのポジション取ったらいいのかなみたいな、そういう相談をよくお互いしてます。まあ、キャンプでしっかりコンディション上げて、まあ、開幕戦ホームで勝てるように、頑張っていきたいと思います。そうですね、まあ、指導日からすごいいい強度で練習できてて、すごいいいキャンプになってるかなと思います。そうですね、まあ、まずは、まあ、試合ができたっていうのがすごい自分にとってもチームにとっても良かったと思いますし、まあ、その中で、まあ、今年チームとして言われている、まあ、クロスの場面っていうのは多く作れたかなって思います。いや、まだ全然その対人人に仕掛けるっていうのはやってきて、まだ今年はやってないんで、まあ、そういうところの、まあ、慣れだったりっていうのはここから少しずつ上げていければいいかなって思います。いや、そうですね、本当にすごいいい雰囲気でやってると思います。ノアとか青木は同い年なんで、はよく喋ります。そうです、まあ、しっかりこの強度でいい練習して、次の試合ではもっといいプレーができるように頑張ります。やめろって言うな言うな、笑っちゃうのは言うよかったと思います